本日はガーシーにさらされて痛い思いをした俳優のニュースです。白石監督が綾野剛に頼まれ、女優に詳細を伝えないまま濡れ場シーンの撮影を行っていたことが物議を醸している。白石監督によると、同作には薬物に溺れた男が女を殴りながらの濡れ場のシーンがあるが、当初台本にはなかった。しかし綾野が監督、俺ちょめちょめしたいっすと申し出たため、急遽濡れ場シーンが追加された。女優側は濡れ場シーンがあるとも知らずに撮影続行。そんな剛にコマンちゃんは言いたい、本当に性にまみれたキモいやつだな。ガーシーよ、マジでこいつを永久追放してくれ。